塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。渡辺水本高校社長清水です。武田塾チャンネル、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。質問が届きます。高1文系の神戸大志望、今ゼロから A 文法をやっていて、その後の問題集はポラリス系で大丈夫なのか、それともネクステどっちがいいですか。神戸大学レベルだとポラリスでは不十分かと思い迷ってます。アドバイスお願いします。なるほど。現行のね、武田塾のルートの方が大岩の A 文法、肘井のゼロから A 文法が面白いほど分かる本で、その後ルートが分かれるんですよね、はい、A 文法ポラリス1と進むのか、ネクステージヴィンテージスクランブルと、分厚い系の文法の方に進むのか、この2択どっち進んでいいですかっていう、自分は神戸大なんですけどみたいなねそんなコメントです、はい、これまず大事な要素がいくつかあって、神戸大レベルだとポラリスでは不十分かと思いについてちょっと言及しましょうか、はい、神戸大に文法問題が出るわけではないですと。直接的にネクステージヴィンテージの知識がないと絶対受かんないかと言われるとそんなことはない、ポラリスの知識で戦えるは戦える。ただ神戸大学受験する人のほとんどがネクステージヴィンテージの分厚い文法の本を結構極めてきてると思うんですよね。だから周りの受験生考えるとネクステージヴィンテージレベルの知識は必要というふうに考えてます。神戸大レベルになってくると併願でマーチとかね、カンカンドルスとか全然受けちゃったりすると思うんで、そっちでは必要とかもあったりしますからね。そうですね、はい、直接的に文法問題はなくても長文の中で文法の知識が必要だったりとかするので、はい、揃えといた方が絶対いいかなとは思います。でただ始めるタイミングについて今度話しておきたいんですけど、今この子高1ですよね。神戸大にネクステヴィンテージクラスがいるんだったら今始めたいってことだと思うんですよ。今始めるのは危険っていうことで、ちょっと言っときたいなと。過去の動画でも僕ネクステ沼って話をしたんですけど、はい、ネクステ沼にはまっちゃう高1高2の子っていうのは結構見てきました、まあ、ネクステっていうのはまあ少し言ってしまえば網羅系の文法の問題集なわけですよね、うん、なので一言で言うとボリュームが大きいんですよ、うん、文法ってできればまあ1ヶ月とかで仕上げたいですよね、うん、ネクステだったら、うん、高校1年生でそんなに時間も取れないってなってくると、うん、半年間ずっとネクステやってますみたいな、うん、いつ会社行くんじゃんみたいな状況になってしまうのがネクステ沼ですね。そこで1個考えなきゃいけないのは、じゃあ高1高2の模試にネクステ知識めっちゃいりますかとか、共通テストでネクステめっちゃいりますかっていうと、結論いらないんですよ。ネクステとかヴィンテージの知識が必要になるのって、カンカン同率レベルの問題とか神戸大の二次試験の問題とかってなってくるとあった方がいいよね。 A 文法ポラリスの1をまずやってほしいと、うん、A 文法ポラリス1のまずやって、それで最低限の文法知識を身につけてください。そして英文解釈、日大レベルとか共通テストの長文に入る。でここでまずいい点数取れるようになったら、模試で偏差値65オーバーは見えてくるかなと思います。共通テスト型の模試だとも長文ばっかりなわけなので、そうですね、長文をしっかり読めるようにする、ここで最速で到達するのを優先しましょうということです、うん、そうですそうです。で次、国公立のレベルに入りますと、はい、そうするとポラリス A 文法1だときついなって文法問題とか、うん、まあ、長文が出てくると、うん、なった時に初めてそこでネクステージヴィンテージを後から追加したり、はい、ポラリスの、1だけやったら不足したけど2とか3を追加したらクリアできたりとかっていうのがあるんで、後から文法追加は戦略として高1高2生割とありなんじゃないかな、うん、同じシリーズで言ってもポラリス2、3と続きますし、うんうん、まあ、ファイナルっていうバージョンもありますから、うんうん、まあ、1冊ネクステで最初から全部完結させてからじゃなきゃその先進めないっていう発想にとらわれすぎなくていいですよね、うん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 、というわけで高1の、まあ、文法の悩み、答えてきました。まず最初 A 文法ポラリス1でスタートして、サクッと2週間ぐらいで A 文法を終わらせちゃおうよと、うん、でネクステージとかで半年かかるのしんどいじゃんみたいなね考え方、これちょっと結構大事な考え方かなと思うので、ぜひ皆さん取り入れてほしいなと思います、はい、今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン、詳細は概要欄をご覧ください。